皆さんこんにちは。あなたの心の千葉県九十九里浜大地画伯です、はい、こちらは本日は上総国一宮玉前神社に来ております。ここでね、直に台風の被害で、まあ、いろいろ停電とかありまして、まあ、だいぶ復旧してきたんでありますけど、まだまだ復旧ができてないという状況でございます。義援金等のね、寄付など皆さんのこぞってお待ちしております。まあ、神社の方もそうですね、被害はそんなに特にないみたいですけども、どうなんですかね。まあ、そうお社とかも古い柱は割れてるし、ちょっとそういう部分ではご奉賛とかねしていただきたいなと思います。こちら玉前神社でございます。すごい今日は風がいっぱい吹いてまして、はい、風に飛ばされるんではないかというぐらいの感じでしたよ。砂、海岸の九十九里浜の砂の嵐みたいな感じがございましたし、はい、ということでね、玉前神社でした。こちらご祭神は玉依姫の神だったっけな、はい、荒ぶる神様かなと思いながらいきなり駐車場ついて登ってきたら本殿の真裏に出てくるという状況でしたけど、はい、後ろに見えるのが本殿です。ということで御朱印をいただいて次行きましょう。ありがとうございます。どうもゆっくりです。令和元年台風15号の被害を受けた千葉県を一回りしている画伯ですが、画伯の家も台風の被害に見舞われたこともあり、千葉県の神社を回ることによって少しでも知ってもらおうと思っている次第です。はい、さて玉前神社ですが、主祭神の玉依姫の御事は初代天皇神武天皇の母として有名です。宮浦神社、宮崎県日南市に住居跡があるとかで、同じく玉の一字を含む姫、玉串姫の御事、豊玉姫の御事と同様の能力者で、いわゆる神と結婚できる御事とされている妄想ご当地キャラバンという番組で、7月に佐藤玉緒さんがボディーボーダーの白橋カイラさんと参拝しに来たとか、待合所に大きなサインありましたね。画伯はあまり興味持ってなかったな。でも玉依姫って和田摘一族でゲストに海の名前を持つ人を連れてくるって手にしを感じずにはいられませんよね。さて玉依姫の御事なんだけど、阿波賀神社を覚えていますか？ウィキペディアには系図と系譜があって、玉依姫のことが詳しく書かれてるんだけど、比較すると違っているんだよね。玉依姫は二人の夫がいることになってるんだよね。おかしいよね。系図を見ると信憑性高いので、こっちを信用するよ。戻るけど、阿波賀神社の主祭神の法理の御事の子、この人が玉依姫の夫になる、やたら長くてわかりづらい名前の方、彦渚武がや吹き合図の御事です。この方との間に4人の子も受け、律世の御事、稲比の御事、三毛ぬの御事、神山と言われ彦の御事、もうなんでそんなに難しい名前つけるの？当時ではキラキラネームだったと思うよ。で、神山と言われ彦の御事が初代天皇、神武天皇、なんだけどちょっと待った。旦那さんは姉である豊玉姫の御事の息子で、いわば甥っ子だよね。その子を養成して結婚して子供産んでって、かなりの熟女好きなんですかね。日本神話ではたまに時系列おかしいことが多いので、これもまた神様の力でなんとかしたんじゃないか。また玉前神社では上総十二社祭り、上総の裸祭りともいう有名なお祭りがあって、玉依姫の御事と和田摘一族とが海岸で年に一度再会されるという、いわゆる実家の両親に会いに盆と正月に戻る的なイベントがあり、関東一円から大勢の人が集まります。皆さん一度お祭りを見に行かれてはいかがですか？
次は表参道かな。山崎神社へのアクセスは、車だと首都圏中央自動車道の茂原町南インターチェンジから約40分、九十九里有料道路の一宮休憩所から約15分、電車だと JR 外房線、上総一宮駅下車徒歩5分、効果抜群の小宝井町もございますので、ぜひ一度お参りください。ということでね、玉崎神社行ってまいりました。やっぱりね、台風の影響で千葉県全体的に被害を受けておりますけども、玉崎神社はそれほどでもなかったです、まあ、地域によってかなり違うんだなっていうことも思っております、まあ、当日ね、何回も言いますが台風が温帯低気圧に変わって日本海にいたんで風がすごいきつかったんで、九十九里浜沿いに道があるんですけど、そこを走っておりますと、車で砂嵐、まるでここはドバイじゃないかっていうぐらいのね、映像でしか見たことないような状況が起こっておりましたし、風がかなり来たんだなっていう風な心持ちではあります。でまた新しく台風がまた来てるということで、日本列島をかすめて通るようになると、伊豆大島から千葉県の辺りがすごい被害を受けるということで、十分に警戒をしてほしいな。備えあれば憂いなしなんで、十分に警戒していただきたいなと思っております。玉崎神社すごくね、黒塗りのすごい綺麗な神社ですので、お社ですので、一度行っていただいて玉依姫の御事にお願いをしていただいたらどうかなと思います。ということで玉崎神社でした。この動画いいと思った方、千葉県台風の被害から早く復興してって思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回の一旅でお会いしましょう。アディオスアミーゴース。世界に素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。